大変なことが起きております。実はですね、先週1週間ぐらい前にマオイママの、自転車の後輪がパンクして、外側も全部こうタイヤごと修理してっていうか交換して1万円ぐらいかかりました。そして今日、地元の地域のですね防犯なんとか総会に出かけていくのに自転車に乗った黒犬パパは後ろのタイヤがパンクして裂けました。この鍵は新しい自転車の鍵です。3万円。なんかね、新しいものを買って、気分が優れないのは初めてです。なんか新しいもの買った、ワクワクっていうのが良かったな、またかって感じです。1週間に2回、タイヤがパンクするというこの奇跡、何か神様かなんかいるんだったら何か考えてんでしょうね。これにまた耐えてみろみたいな感じでしょうか。頑張るしかない。仕事するぞ、とにかく仕事するぞ。ジャン君、頑張りますから。頑張るからね。じゃんけん、今日は昼間防犯の、防犯部長というのに、なっているので、地域の防犯の総会というのに行ってきました。で、結構な道のりあるんですが、そこで自転車がパンクして自転車屋さんに行って車輪を取り替えるという、タイヤをね取り替えるということを最初思ったんですが、結構な値段がしてですね、で自転車が古いので、前輪もツルツルですねっていうことになり、前輪後輪両方、取り替えるとなると結構かかると、11万5000円ぐらいかかると。で僕の頭の中では1万5000円出したら新車買えちゃうじゃんって思って、自転車今いくらって聞いたら3万円でした。結構悩んでですね、それでももし車輪じゃないや、タイヤを変えてしばらく乗って、でもガタガタなんですよ、7年8年乗ってる自転車だから、長いね話ねでも結局3万円で新しいのを買いました。生まれて初めて新しいものを買ったのにあまりテンションが上がりません。というのは良くないのでですね、自転車になんかいろいろペインティングするな、どうかな、もうこの年でね、なんかしらその楽しく乗れるように何か考えよう、なんかくっつけるとか、何つけるかな、なんかね、せっかくだから楽しめないとね。ということでポンちゃん、気持ちよく生きることを考えましょう。